今回はですね、シャープさんからちょっと依頼を。シャープさん、はい、あのシャープさんです。目の付けどころが、はい、あのシャープさんから、これで何か作ってくれって言われました。これを削る。削るじゃないんですけど、まあ普通このままじゃ何もできないじゃないですか。これあれですね、テレビのやつ。あ、そうそうそう、テレビのバックキャビネットというのが正式名称は、の裏を使って何か作ってくれって言われたんですけど、さすがにいやこのままじゃ無理ですよっていう話をして、アクオスで、まあなんかこれをね活用できる工場があるらしいんで、とりあえず行きましょう。とりあえず行きましょう。これを活用できる工場、これを使って、まあ、あるものに変形させてっていう。はい、というわけで三重県の関西リサイクルシステムズ株式会社さんにやってきました。どうすか、聞いてないで、お前今後2時間かかっとるからな。いや、三重なんでね、名古屋から2時間くらいかかりますけど、見てください、このテレビたち。ここはあれですか、はい、テレビの墓場的な。いや、墓場から生まれ変わるための場所、これから埋め立てってされるわけじゃないですよね。シャープの福島さんです。お願いします。お願いします。お願いします。ここは関西リサイクルシステムズは、シャープと三菱マテリアルが実施している家電リサイクルのプラントです。ここではテレビの解体と素材回収をしていますが、本社工場は大阪の枚方にあって、それは洗濯機と冷蔵庫とエアコンの処理をしています。家電は大体やっていいの？家電リサイクルは4品目、テレビ、冷蔵庫、エアコン、なるほど。その4品目の中のテレビ特化の工場と。はい、というわけで潜入したいと思います。これさっき外にあったやつ、はい、箱に込まれてきましたね。はい、上に上がってきました。ここ2階なんですけどね、持ってくると。そうです。これ1日何台ぐらい来るんですか？だいたい800から1000台ぐらい入ってきます。1日？はい。で、だいたい入ってきた分はその日のうちにほぼほぼ処理します。すごい数。はい。で、ここで入ってきて、ここでテレビのスタンドを取ります。これがあると寝かせられないんで、これを取ります。これ毎回毎回違うテレビが来ると思うんですけど、皆さんこれ分解するとこ分かるんですか？分かります。家電なんてね、ネジどこにあるか分からない途中なんで、そうです。まあ作る側としてもなるべくネジは少なくしようねっていうような設計をしてます。なるほど。さすがにこれはロボットとかではできないですよね。無理ですね、これだけ形が違ったりとか。そうですね。で、スタンドを取った後、キャビネット、後ろのバスキャビネットを取ります。で、取った後にいろんな基板とかがいっぱいついてるんで、はい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 、はい、これもさらに細かく取って、素材化します。おあ、これが、あ、これがもう先ほど外した、ボロの、はい、そうです。キャビネットは、はい、ポリカー ABS とか PS とかいろんな種類のものがあるんで、うんうん、ここの刻印を見ながら皆さんちゃんとチェックして、これはポリカ ABS だなと思ったら、このポリカ ABS のこの入れ物に入れます。テレビによってどれが何の材料が使われてるか分かんないですよね。そのためにこういう刻印で、はいはいはい、入ってます。これで貼ってます。そうです。これはテレビ の, 周りの枠四隅についてると思います。なるほど。もちろんこれもリサイクルされる。そうします、はい、これは光学シートって言って、はい、テレビの後ろにバックライトがあるんですけど、はい、バックライトから光をきれいに分断させるためのシートが。で、場合は後ろに蛍光管がついてるんです。蛍光管は中に危険な物質が入ってるので折れないように丁寧に取ってます。なるほど。なんかイメージと違ってこうバカでかい爪とか牙かなんかで粉々に砕いてからかなと思ったんですけど、結構初期の段階からバラすんですね。多分その方が効率がいいんですかね。綺麗に分けれるというか。綺麗に分けた方がリサイクルしやすい。
これさっき見たやつですよね。そうです、上で、はい、負けてたやつを一階に持ってきて、でここで浅い木の中に入れてます。すごい音してるけど、うん、この先で砕かれてるらしいと。浅い木に入れてたものがこちらで、うわーすげえ、破砕されます。なるほど、あのスピードだとかなり速いですよね、バラバラになるまでが、はい、本当に数十秒とか。分解するシーンを見せていただきましたと、はい、で最終的にご覧のように、はい、バラバラに10年テレビとして頑張ったこいつらもですね、もう何者かわからんぐらいまで砕かれたと、はい、ということで、これで材料ができた。そうですね、でもこのままだとそのまま使えないらしいんですよ。そうなんです。扱えないの？使えないんですよ、はい、これ溶かしたらいいんちゃう？まあダメなんですよね。これ10年ほど一生懸命あのテレビとしてやってきたんですけど、10年もなってくるとやっぱり年寄りになってくるんで、年寄りになってくるんでもうお年寄りなんですね。そうなんですよ、はい、でそれをちゃんと若返らせるためのお薬をいろいろ入れて、でもう一度、新しい材料、もともと使ってたような新材と同じだけのものに仕立て直して、えプラスチックは若返れるんですか？若返る、そうですね。なるほど、化粧水的なことをね、はい、いろいろケアしてあげると。私の薬剤はあるんですか？私用の薬剤ない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 ですか？え私用のはない、はい、プラスチック用のはある、あるあるある。だからこれ、はい、これその添加剤の開発をしているのがシャープさんなんです。そうです。あ、ようやく？そうです、そうです。そういう話？そういう話です。あ、そういう話、ようやく。はい。はいはいはい。で、ここに今持っていただいているような、ゴムっぽい材料だったりとか、ね、ゴムっぽい材料だったりとか、衝撃系に強くしたりとか、何年剤入れたりとか、あと、お年寄りを治す薬だとか、はいはいはい、いろんなものを。加水分解。加水分解は知ってるよ。あ、知ってます？うん。加水分解知ってるわ。あれ嫌ですよね、加水分解って。あの、ネチネチするやつね。そうそうそう。ネバネバのね。あれを治すんですね。そうですね。ああ、はい、なるほど。いろいろお薬を投与してあげると、この綺麗なプラスチックに戻ると。そうです。あ、これは綺麗なんですか？これも綺麗な、もう10年使える耐久性のあるペレット、樹脂に戻ったんです。はい。駄菓子屋に売ってそうですけど。そうです、そうです。もう一度家電製品とかに使おうとすると、ここまでこれを入れて若返らしてやらないとダメ。ちょっとした雑貨屋とかそういうものに使うのだったら、まあ、このままで大丈夫。あ、そういうことですか。はい、あ、わかりました、やっとわかりまし た。はい、あの10年これからもう10年やらせようと思ったらそっちに行かないといけない。そういうことです。あとなんかまあ 2,3 年の軽い雑貨になる分にはこれでいいと。そうですね。あ、そうしました。はい、という感じですね、リサイクルが行われているというわけです。なるほど。我々は物作ってるところばっかり行くんですけど、物が活躍し終わった後の話にフィーチャーするということで。そうですね。珍しい。非常に珍しい。はい。はい、作りは作るだけええんやぞっていう時代ではないんで。そうですね。はい。いかにこう、循環させるかっていうのが大事な時代になってくるわけです。テレビがテレビになるんですよね。そうですね。最終的には最終的な目標はテレビからリサイクルしたこの樹脂を使用して新しいテレビを製造することを目指しているそうですが、現時点では大型テレビの需要が高くリサイクルが追いついていないため、現在は小型の空気清浄機などに使用されているそうです。でこれから僕が、ね、この材料を持って、京都の方に、行ってですね、実際に 3D プリンティングしてきますんで、ヒロさんはちょっと工房で待機していただいて、どんなものを作ってくれるのかっていうのを、まとめて。私だけ待機やねん。あの、ケイさん忙しいじゃないですか。ああ忙しいと思うんで、僕が代わりに行ってきますんで。あ、そう。はい。任せてください、僕に。じゃあ、しっかり取材してきてください。はい。行ってきます。関西リサイクルシステムさんで解体したテレビのバックキャビネットから作った、こちらのペレットをですね、エストラボ株式会社さんのペレット式 3D プリンターであるものを作ってもらいたいと思います。ふっと なんて例えたらいいんだろう。大丈夫、大きいやんこれ。おー、海苔みたいですね。ご飯ですよがいっぱい出てるみたいな。これがあのリサイクル工場。そうですね。まあ、これ材料を切らしちゃうと供給が止まっちゃって精神的ダメージが大きいので、あのこれだけはちゃんと見とかなきゃいけない。
3ミリノズルなんで 1.5 重なってるってことですか。これ4ミリノズルの 1.5 にしてます。そう、ちょっとピッチを下げたのが、まあ、若干オーバーハング、まあ、その駆け上がり斜めに上がっていくのがきついので、ピッチを下げて造形していく。なるほど、順調そうですね。そうですね、今のところ。順調に進んでいます。はい、できました。うわ、めっちゃ綺麗ですね。しかも早い。このサイズ、このサイズってだいたい今2時間、3時間、2時間ちょい、2時間50分。あ、3時間切ってる。切ってますね。すげえ綺麗、やば、これはすごい。ノズルが大きいんでガシガシ積んでいきますね。はい、というわけで、京都の方で、プリンティングしてきましたよ。はい、これ一人で行ってきたと。はい、一人で行ってきました。じゃあ、ギロさん忙しいじゃないですか。一人でこっそり行って。いや、こっそり、こっそりってわけじゃないですけど、これ見てください。すごくないですか。積層1ミリぐらいですか。1.5 とかだったかな。ただノズルが4ミリとか。あ、ほんとだ。めっちゃ極太でしょ。塗りつぶしがゴム太っすね。でもなんかこんだけ太いと密着がすごいらしくて、めちゃくちゃ強度出るんですよ。なるほど。このフィラメント自体はがあのテレビです。なんすか。ですよ、あのペレットにした、あのこういうやつじゃなくて、フィラメントのこのリールに巻いてるやつじゃなくて、あの砕かれたやつ。そうです。が確かなんかなるんですよね。砕かれただけだったじゃないですか。あ、砕かれて、薬品を入れられて、はいはい、ペレットになって、3D プリンター出力したらこうなると。なるほど。で、今回これで何を作るかというと、わかりました。これは僕わかりましたよ。え、わかります。わかります。え、便器でしょ。違います。ちょっと便器でしょ。違います、違います、違います。え、こんなおしゃれな便器じゃなくて、これでテンセグリティ構造の椅子を作りたいんですよ。テンセグリティ、テンセグリティ、このテンセグリティで、あのね、こういうやつ。まあやりましょう、やりましょう。これがね、こうなるわけです。こう。せーの。おお、できた。せっかくなんで乗ってみます。危ない。はい、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 乗りました。はい、乗りました。はい、やらへんぞ、お前。怖っ。クソ怖いんやけど。浮いてます。はい、はい、あのこの真ん中のワイヤーにすごい荷重がかかってるっていうのが感じれますね。はいはいはい、そこだけですもんね。はい、でここにこう、ま、だこう今ここね、これが頑張ってる、少し支えてる、横に動いた、これが少し支えているが、こいつがものすごい頑張ってるっていうのが伝わってきますね。はいはい、これが、まあ、テンセグリティ構造と呼ばれる構造。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。どうでしたか、リサイクル工場とか。リサイクル工場に関してですね、まあ一言、はい、真面目って思いましたね。あ、めちゃくちゃ真面目。まあ、世界にね、家電製品系のメーカー数あれど、うんうん、
まあ、シャープさんを代表する日本あの いろんなメーカーさんも入っているときのことだったので、はい、シャープさんを代表する、まあ、日本の家電メーカーの意識の高さ、うん、社会全体を考えたリサイクル、製品を製造するだけっていうのやったら、まあ、たくさんあるでしょうが、はい、そのねゴミになった時のことを考えて、そのゴミにならずにまた同じ製品に戻ってくる、まあ、テレビはまだみたいなことは言ってましたけど、うん、まあ真面目だなと。すごいっすよね。で僕が感心したのが、そのリサイクルのことを考える、解体のことを考えて設計してるらしいんですよ。はい、あそれも話聞きましたね。すごいですよね。はい、真面目。ネジをできるだけ減らす、まあ、金属の部品なんで減らしたりとか、解体しやすくするみたいな、その取り組みの中で、まあ、メーカーがあると、でリサイクル工場があると、ここがこういうバランスになったりとか、うんうんうん、こういうバランスになったりとかを、まあ、極力せずに、まあ、お互い言い合うことによって、もう社会全体に家電製品が受け入れられるように仕組みを作っているという感覚だって、リサイクル工場側からシャープさん側にもっと解体してくれみたいな要望が出たりする場合ですね、はい、そういうなんか全体でやってる感じがすごいして、いや本当にね真面目真面目めちゃくちゃ真面目だから、あのちょっとホッとしましたよね。あホッとしました、ホッとしました。リサイクルってなんかこう見えないところじゃないですか、うん、言葉だけがね、本当にやってんのみたいな、やってるよと、はい、はい、いうことで非常に安心感がある。そうですね、でシャープさんとしてもやっぱ樹脂のお医者さんということで、劣化した樹脂を再度10年使えるように添加剤を研究されているということで、そこら辺もやっぱただ単純に溶かしてもう一回作りゃいいっていうわけじゃないっていうことが、なんせすでに10年使われた、そう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 、下手したら20年使われた、15年20年使われた樹脂、まあ、皆さんご経験あるかと思いますが、脆くなったりとかそうですねしますよね。それを新品の製品に使えるクオリティに、回復させる添加剤の研究というのもあると、はい、こんな感じでリサイクルされていることがね、皆さん、分かっていただけたらなと思います。もう安心してねリサイクル料を払っていただければと、ねね、思います。結局自分に返ってくるんで、ね、そうそうそう、はい、あの日本の環境がね劣化しない、非常に素晴らしい取り組みであると。というわけで、今回の動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいます。ぜひ、グッドボタンとかチャンネル登録をよろしくお願いします。Twitter、Instagram、いろいろやってますので、ぜひとも概要欄の方から見てみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。